1996年の広島東洋カープでは、1996年の広島東洋カープにおける動向をまとめる。この年の広島東洋カープは、三村俊幸監督の3年目のシーズンである。三村監督3年目のチームはそれまでの大リーグスタイルを踏襲しつつ、1988年以来8年ぶりにカープのチームロゴが復活。 ホーム用とビジター用のデザインが分離され、ホーム用の胸ロゴがカープにビジター用が1972年以来24年ぶりに広島に戻り前立てラインが導入されるなど復古調のデザインとなった。チームは前年に役心の原動力となった木藤誠、山内康幸や守護神、笹岡慎二などの投手陣に加え、この年大英から加藤慎一が移籍。 打撃陣でも、ルイス・ロペスが入団するなど、打撃陣も、円熟期に入った。チームは4月を10勝11敗の借金1で、負け越したものの、5月と6月で大きく勝ち越し、優勝候補の巨人に11.5ゲームをつけるなど、投打もに絶好調だった。しかし、7月9日の巨人戦で、エースの木頭が、巨人打線に急連打されて、 チームもランダ戦の末破れると巨人が猛追い。8月は13勝13敗と5分だったものの、8月30日の巨人戦で4番の江藤聡が後に、チームメイトとなる西俊久の打球を顔面に受けて負傷し、戦線離脱。これが影響したのか終盤は、巨人との差が広がり、メイクドラマを許して3位に終わった。シーズン終了後、小形孝一が、 タレントの中条かな子と結婚した。年数は NPB 所属年数。年齢は開幕時。ありがとうございます。